オートモブ推し人は、奈良時代の人物。生は自家。以下は外小祖以上。俗に本記によれば、神語慶雲3年11月、道の区国推し家軍の不襲である外小祖以上、君七等のオートモブ推し人が、以下のように根性した、とある。伝え聞くところによりますと、推し人らの先祖は、元、紀の国名ぐさ軍、片岡里の人ということです。 昔、先祖の大友文字化が絵図を取った時に、大田軍島田村に到着して住み着きました。その後、子孫は絵図のために、虜となり、代を経て、不襲となった、と聞いています。幸いなことに、成長が天下を治められる巡り合わせとなり、人務が偏境を制圧しているのを頼みとして、鹿の取り庭を抜けて、久しく仮面となりました。そこで、不襲の名を除き、 徴用の民にしていただけることを請願します。聖徳天皇は、天皇はこれを許可した、という。同じような申請は、翌神後慶運4年4月にもあり、同じく、道の区国黒川軍、上軍など11軍の不千3920人が、梱状し、元王民であった者が、エゾの侵略により、しずれとなったが、敵であるエゾを殺して基準し、子孫も増えているから、 不襲の名を除いて、徴用の功能をお願いしますという請願をし、これを許可されているという事例も見られるまた、これと関連して、神語慶雲3年3月、行方軍の人で、外勢6位した大友部見たら4人に、大番皇肩連が、神田軍の人で、外勢6位上、大友部人足には、大友借りた連が、柴田軍の人で、 外十八位下大友部福マロには、大友柴田新玉物姿勢されている。日本語記にも、延暦十六年正月に、道の区国白川軍の人、外八位、大友部足、猪白に、大友白川連を、黒川軍の人、外小祖以上、大友部守る及び、行方軍の人外小祖以上、大友部へ人には、大番号型連が与えた。 とあり、延暦18年3月には、柴田軍の人、外小曽意大友夫人混乱が、大友柴田市に、改施された、とある。これらの道の区国の大友部については、全大友部との関連性が説明されてきている。古事記中間には、これのお世に、田辺を定め、また東の淡水門を定め、また全の大友部を定めとあり、高橋支部にも違和感ぶつかりのが、 オートモブを与えられた、とある。柏出野に統率された全オートモブをオートモブと呼ぶこともあり、東国のオートモブの移住も考えられている。ありがとうございます。